こんばんは、仙人です。今日はね、もう深山狙いですよね。深山一本ですね。今日、深山というのはどのような答えなのか、とくと皆さんにご覧していただきたいのですが、取れるかな？さあ、皆さん一緒に見ていきましょう。さっきからね、前にこれ黒いの動いてるんですけどね、これはね、もう皆さんもご存知の通りの虫ですね。真っ黒な虫だ、真っ黒なテントウムシですよね。カフトムシでした。今のところね、深山いると思ったんですけどね、ダメですね。こっちで勝負やね。京都の深山ってね、結構ね、顎も太くてね、冠もね、大きい深山がいるんですよ。これをね、この場でね、取れたらいいんですけどね。上に何かおるね。これ何だろうね。わかりますかね、皆さんね、これ。これ。深山のメスかな。ね。押しちゃったらいいんですけどね。まあまあね、手当たり次第ね、竿でね、落としていきますね。ね、ちょっとビデオを置いて、また私もね、ちょっとこれ、竿師にならんとあかんからね。あ、メス飛んできよった。あ、なんこれ、襲ってきたやん。おー、ラッキー。オッケーオッケー。今のはラッキーだね。ここもカブトですね。占領されてるか。喧嘩する。これ。赤カブト。おっと、赤カブの負け。落ちていきよったな。さあ、この木はどうですかね。まあ、これからですよ。まだまだこれからですよ。おったね。いましたよ。深山ですね。肩の深山ですよ。やっぱりね、これ京都さんですよね。ね、全体的にね、幅広くてね、冠幅も大きいですよね、これね。顎も太いし。これと京都さんですね。またこっち。ね、これまたね。この部分ですよね。この部分、皆さん見えますかね、わかりますかね。これついてるんですよね、これ。すごい同化してますよね。見事。これね、結構ごっつい深山ですよ。これと他は、これね。これも深山ですね。わかりますか。ね、これね、深山です。ごっついオスですね、これもね。落としてみますね、これね。その前に、その辺についてないか、よく確認しとかないとね。竿を振り回してるときにね、ポタッと落ちる場合があるんですよね。今のオスもね、割と大きかったですよ。後でお見せしますね。おっと、メスいますね。深山のメス。おっと。これも大きいです。お尻が見えてますよね。ね、これ、ペアリング中、コブ中やね。コブ中悪いんやけどね。ちょっとね。これ。これちょっと取ってみますね。みんな同じような大きさですね。このようにね。ごっついですね、やっぱり。68。から70ぐらいあるでしょう。まだまだここにもいますよ。これね、これもでかそうですよ。あ、このこれもね、ちょっとボケてますけど、これ今のもね、ちょっとどうなんやこれ。
気がするですね。いいですね。うん。そしてね、割と大きいですね。やっぱりね、深山ね、いるとこに行ったらね、いくらでもいますね。形のいいやつがね、おればいいんですけどね、金毛のついたね。捕まえてみますね。もう少しいたんですけど、逃げられましたね。いやー、さっきのは悔しいよ。手を伸ばした途端にね、ボロボロボロって落ちちゃったんですよ、他のところからね。わからんかったね。けどまあ、大きいの2匹捕まえたしね。よしですよね。うん、ここにも毛ありますね。これね、あんまり大きくないんですけど、でも60、ね、60ミリはありますよね。まあ、これもちょっと、やってみますね。なんやかんや言うて、結構タッパーの中、いっぱいになってきましたね。この木も、ああ、メスがいるね。また探しゃ、オスはたくさんいるはずですよ、これね。どうだ？これか？ちゃうな。違うな。おらん。おっとっとっと。ですね。うん、まあまあのね、形ですね。冠もついてね。うん。どうなんだ。どうだこれ。違うか。違うな。違うね。いるね。あ、おった。ほれ、ここも、陰毛ついてますね。2匹ついてますね。ああ、横にもおる。3匹目。上。4匹目、5匹目、6匹目。これは、交尾してるんですね、これね。ペアリング中ですね。まあね、全部一回落としてみますね。9匹中3匹があまりにも小さいんでリリースですね。お、出てた。これもええ色してますね。金毛の色ですね、これね。パッと見黄色いですよね、もうね。うん、ええ形ですわ、これ。これも60後半でしょ。これもちょっと飛びますね。どうなんやろう。うん、大きい個体ですね、これ。ここにもいるね。60前半かな。うん、まあまあの大事ですよね。小さいやつはちょっとリリースしました。でないとタッパーの中に入らないですよ。まあまあいい意味で、いい意味なんですけどね。おっとこれ、ああそうか、これカブトだわ。えらい太い深山やな、思ったんですけどね。ねえ、やっぱりまだ、どうなんやろ、これ、兜に占領されんやろか。今のところはね。ちょっとわかんないですけどね。またもう一度ね、ここに通ってみたいと思っております。ラッキーさん、いつもコメントありがとう。どうですか？結構深山取れたでしょ？釣りクワさんも取ってるのかな？連絡がないなぁ。サンタイさん、コメントありがとう。また深山取れました。いい深山が取れてます。これなんか最高ですね。金毛がついてね、結構大きいです。金毛がなくなったらね、黒い個体になるって
ね。だいたい金毛が取れてしまったら全部自分が見てるやつは赤い個体になるんですよね。まあこれね、個体ね、これ73ミリはないっすね。70ミリぐらいですね。記録更新はならずですね。まあね、大型の個体とかね、結構やっぱりあの深山取れてますね。もう今僕とこはもう、知り合いがオークションしてるんでね、株区は千人賞やったかな、その、ID ですか、 ID でやってます。たくさん落札されてるみたいですよ。まあこの虫も持っていきます。やはりもうシーズンが来ればいくらでもミヤマも取れますね。暑いですけど皆さんも採集に出かけてください。いいミヤマが取れると思います。本日の動画はここまでになります。最後までお付き合いしていただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。